はい、どうもアンペアです。お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、というわけで今日は大人気企画をご用意いたしました。わかります？なんだか。いいえ、帰ります。定時で帰りますな。今日はクイズしまくらくん。大人気ですね、お3回目というわけで。人気だからやってるのこれ。そうですよ。あ、そうなんですね。求められてるからやってるわけなんで、早速ね、クイズしまくらくんの方に行ってみたいと思います。クイズしまくらくん。さあ、始まりました。大人気コーナークイズしまくらくん、司会のしまくらくんです。よろしくお願いします。うるせえ。これはですね、毎回ね、いろんなクイズを出していくわけなんですけれども、はい、皆さん優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。はいはいはい、これ見てる皆さんもね、参加していいんですよ。どん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 自分でね、回答ボタンを押していただいて答えてもらっていいんですよ。聞こえてますから、ちゃんと私にはいいんですよ、どんどんね。はい、今まで一人だったんで、ちょっと、あ、そうね、そうね、2号が増えたんで、ちょっと今回から増えてしまったんですけれども、2号初参戦なのです。よろしくお願いします。はい、はい、優勝を目指して頑張ってください。頑張ります。チャンスは皆さんに平等にありますから。はいはい。このキャラ何なの？しまくらくんですよ。、うん、ご存知、大人気キャラクター、しまくらくんです。グッズ展開も図っております。あ、コーナーだけじゃなくて、しまくらくんも人気なんだな。ゆるキャラグランプリ世界1位。あ、うん、早くやってくんねえかな。というわけで、はい、今回はですね、はい、ま、群馬といえば、うん、大人気なものがありますね。そうです、上毛かるた。上毛かるたの絵の札ってわかります？あいうえおの絵の札。エロ。情報カルタってそんなにエロいものあったっけ？え、違いましたっけ？世の塵洗うぐらいじゃないエロいものだって。まあ、あの縁起だるまの少林座ですね。はい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 。というわけで、結構群馬はだるまがやっぱ有名なんですよ。そうですね。うん。というわけで今回は、はい、群馬のだるま、高崎だるまから問題を作ってまいりました。ほう。はい。あんま知らないね。そうですね。うん。で、だるまって言ってもね、うん、まあ一般的に多分、皆さんを想像するだるまってのは、うん、高崎だるまなんですよ。うん、一番有名なのがあれです。あ、そうなんだ。うん、でもいくつか他にも地域ごといろんなのがあって、うん、東京だるまとか、うん、福島だるまとかいろいろあるんだけど、うん、あの九州の方には姫だるまとかっていう女性、女の子っぽいようなだるまがあったりとか、ヒゲとか一切生えてないようなのもあったりするんですけども、まあ、高崎だるまが一番あの有名な感じのですね、ヒゲがあって赤くてみたいなね。で、まあ、高崎になんでだるまが有名なのかってところなんですけども、はい、あの冬に乾燥する気候がだるま作りに適してたっていう部分と、うん、あと農閑期、農家の休みの時期の副業として盛んになったらしいですね。はいはい、空っ風もね、換気してるんですね。そうそうそう、なので高崎でだるま作りが盛んになったのはそういう理由があるらしいです。はい、じゃあ、高崎だるま、さっき言いましたね、イメージすると何色ですか？赤。はい、なぜ赤いんでしょうか。はい、坂井さん、本当は黄色かったけど、ネズミにかじられた結果。ドラえもんじゃねえか。赤じゃねえ、青なんですよ。高崎だるまが赤い理由ですね。はい、坂井さん、ネズミにかじられて血が出た、うん、気持ち悪い、怖っ。違いますね。赤なのにやっぱ理由があるわけですね、だるまの意味というか。はい、坂井さん、赤は止まれだ。そうだけど、そうなんだけど、だるま関係ねえんだ。幼稚園児でも知ってるぜ。スラムダンク。スラムダンクの。幼稚園児だっけ？うん、かな？うん。さあさあさあ、ないかないか。2号だ。2号。来るか、2号。2号、固まっている。だるまさんが転んだ状態だ。だるまが転んでますね。でも、もう正解言っていいですか？はい、坂井さん。火だるま。違う。なんでそれが正解だと思ったの？なんでそんな縁起悪いの？血だるま。違うわ。怖いな。怖いな、血だるまも、火だるまも。赤いのにね。怖いのにね。まあ、火だるまも血だるまも赤いだろうか。正解だし。には何だるまが赤い理由じゃねえんだよ。今までの中に正解は？ねえんだよ、だからよ。あとは言ってるよ。じゃあ正解いきますね、はいはい。血の色を意味する赤。まあ、まあ、血だるまに意味してたんだけど、あれ赤には、魔除けとか、
厄除けっていう意味があるらしくて、うん、まあ、だるまってそういう縁起物というか魔除け的なもので置くので、はい、そういうところから赤い色になったよと言われております。ただ最近ね、いろんな色があって、うん、高崎だるまでも青かったりとか虹色だったりとか、そうですね、金だったりとか、ありますね、いろいろあったりするんですけど、もともと赤いのはそういう理由があるそうです。伝統的にさ、他のその今なんとかだるまもあるよって言ったじゃん、うんうんうん、群馬じゃないところにも、うん、それも赤いんですか？基本赤が多いみたいだけどね、やっぱね。ただやっぱそのご当地によって色だったり模様だったりとかも変わったりとかするみたいですね。では第2問、高崎だるまといえばそのひげとか眉毛、はい、毛深いもじゃっとしたイメージありますね、はい、はいはいはい、そのひげと眉毛には意味が込められております。さあ、それはどんな意味が込められているでしょう。第2号、ワイルドまあワイルドだけど違います。ワイルドだろはい、高ちゃん、寒いから防寒。あ、まあまあでも違いますね、違いますけど、まあまあね、高崎とか群馬も寒いですからね。まあでもやっぱだるまの意味的な、めでたいもの的なね、ことがヒントでしょうかね。めでたいもの、うん、だるまと言ったらめでたいですね。毛深いものじゃない、毛深いものはだるまと俺だ。だるまと俺が毛深いものの代表、まあめでたいね、島倉くん、島倉くんはまあめでたいものの代名詞ですから、一家に一台、島倉くんっていうね、ことわざも昔から伝わってるぐらいなんで。そんな大悟から君がいるの？そうですね、島倉くんは、明治からいます。そうだった、そうだった。あるね、形になってるらしいんですよね。形を当てればいいってこと？まず何の形かってところからいけば多分、結論にたどり着くかな。はい、坂井さん。つの形。ひらがなのつ。うん、ぽいけど違いますね。つの形だったら何なの？どうめでたいの？童貞の時に、つを持ってる方が、情報からの場合ね、はい。うん。でもね、ちょっと近い部分があるかも。そっから辿っていくといけるかも。そっから辿れ。うん。辿る。つから辿る。はい、坂井さん。つる。はい。いいでしょう。眉毛が、きょとんだよ。眉毛がつる。ひげが亀を表してるそうです。鶴に眉毛あった？鶴に眉毛があるわけじゃなくて、眉毛の方に鶴に眉毛はねえよ普通に不思議に思った何それって。眉毛の形がちょっと鶴が羽ばたいてる感じなのかな。で、ヒゲとかが亀っぽい感じになってるのかな。で、まあそういう長寿とかみたいなね、めでたい生き物を表してるんで、鶴亀で、鶴亀で本当に鶴って言ったら合ってたんだ。結構そうそうそう、だから鶴丸の鶴と、そうだから、お、近いとこ行ったなんかそのヒゲがなんか鶴の形みたいになってるのかなって。あ、まあでもポコっぽいよね、こんな感じになってるもんね、はい、だから何って言われようと思ったんだけど、ニアピンだったそうそう、意外と惜しかった。意外と惜しかったでは第3問、だるまというとああいう丸っぽいというか、ひょうたん型というか、はい、顔と胴体ですよね。手足がないんですよ。あれって胴体なんですか？胴体なのかな、うん、はい、手足がないんですけども、なぜ手足がないでしょうか。はい、坂井さん。そう簡単な、手も足も出ないようにでしょう。どういうこと？相手がそんぐらい、こっちがこっちが、こっちが、なんで縁起が悪い方に向かうの。違います、違います。はい、2号、もう亀みたいにこう手、あ、亀の掛けってことね。引っ込んで縁起がいいってことね。なんかでもなんか防御体勢なんだよな、その体勢な。ちょっと違いますね。防御ではない。防御ではないです。攻撃でもないです。別にだるまの元々の由来的な部分があるのかな。何ですよ、だるまの由来って。だるまの元となったものというか。はい、2号、座禅を組んでる形に近い。ほう、大師さん。ほう、いいでしょう。はい、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 はい。でもさっきからさ、正解者がポカンってする、ま、そうなの。そう、あのだるま大師が、うん、まあ一個の説というか言い伝えなんですけども、豚骨ラーメンでしょ。豚骨ラーメン、だるま大師って豚骨ラーメンのあるけど高崎に美味しいけど、あの9年という長い間洞窟で壁に向かって座禅を組んでいたそうなんですね。ずっとそういう伝承です。その時に手足が腐ってなくなってしまったっていう言い伝えがあるらしいんですけども、本当はなんか方位、豚ダボっとしたあの袈裟みたいなやつ着てて、手足が隠れて見えなかった状態でこう座禅組んでたから、その姿なんじゃないかっていう説とかね、あるそうなんですけども、もともとそういうだるま大使が座禅組んでた姿がああいう形に
見えたと。だるまの形になったという。替え玉から来てるってことね。替え玉じゃねえ、だるまがね。だから語源がね、替え玉だから、要だるま大使豚骨ラーメンのこと合わせてくんねえかな。分かってるよ、ラーメンが好きなのは知ってるよ。はい、この間もね、ラーメン大好き動画が上がってたわ、はい、気持ち悪い動画が。俺は知ってんだけどさ、だるま大使ってのはラーメン屋の話じゃないんだよ。勉強になりました。勉強になりました。はい、替え玉がだるまの語源。もういいや、もういいや、勉強になったね、みんなね。今日勉強になったね。だるまさんの話でございました。明日はここでみんなに自慢してあげて。はい、じゃあ優勝者を決めないといけません。もう終わりですか。終わりですか。はい、3問でおしまいでございます。3問だから正解 1-1 かな。 1-1 ですね。まあそうですね、うん、ただね、うん、見てる皆さんではもう全問正解とか4問5問正解した人もいるかもしれない。3問で3問でいるかもしれない。俺はもうだるまのことは詳しいぜと。いや詳しいのはいいけど、うん、3問しか出てないからさ、どういう仕組みで5問正解できるの。俺はもう皆さんの気持ち次第です。じゃあ僕は7問正解しました。なるほど、はい、2問はじゃあ僕は 7問でしょ。なんで同点でいくんだせねえなんで仲良しか。せったよせったよ。こんなもんかな。というわけで今日もね、優勝は正解数がどうのとか、3問しか出してないのに7問正解だとか、わけのわかんないこと言ってるやつのことはほっといて、一番頑張った人にあげたいと思っております。争いは良くない。というわけで今日の優勝者は、あれ、以上クイズしまくねくんでした。チャンネル登録と高評価忘れずにね。バイバーイ。てこ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 歩いてく歩いてく、てこてこ笑う。